d n a 阪神、横浜、d n a の三浦大輔監督、50、が珍しく激怒した。3点リードの7回の守り、2番手のウィックが2四球の後、中野にサゼン打を打たれ、虫満塁とされるとベンチを飛び出しマウンドに向かった。ところがウィックがマウンドで後ずさりして交代に不満の態度を見せたため、三浦監督は激怒。顔を真っ赤にしてウィックに怒鳴った後、 3番手、坂本に交代させた。三浦監督は就任以来、感情を表に出さなかったが、大事な試合の交代拒否には我慢がならなかったようだ。中日スポーツ、記事に関する報告、関連記事、どした、珍しい広島の名手、矢野正也の1イニング2度のミスにネット驚き、全員ですけど、の声も。テレビ解説の